はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はねマインクラフトの宇宙開発計画のパート6をやっていきたいと思います。はい、で前回ね前回の動画で次回ロケット必ず作りますと言った通り、ちゃんと素材を集めて、整地もしてという感じで頑張っといたので、今日はロケット作ります。でロケットを作るためにちょっと整地とかもしといたんでね、一応録画はしてあるので、まあ機会があれば整地してる動画や、またあのダイヤモンドとか取りに行ってる動画を、なんだろう、作業用作業するときに見るよみたいな感じでね、特に編集とかもしないでポッて上げてもいいかなと思ってます。なんかあのコメント欄の方にね、あのただただ整地してるだけとか、なんか鉱石とか取りに行ってるだけの動画とかが結構面白いから、そういうの見るのが好きな人もいるっていうコメントがあったんで、まあそういう人もいるなら、じゃあせっかくだし動画にしようかなと思って、まあ、そちらも動画にしようかなと考えております。でですね、今日はロケット作るんですけれども、とにかくねロケット作るのにめちゃくちゃ素材が必要なんですよ。で頑張って集めたんですけども、これ全部またこれ集めた鉱石とかをこれ板とかにして頑張って集めたんですけど、まだちょっと圧縮するのに時間かかるので、あのロケットの発射スペースを作ろうかな、発射スペースを作ろうかなと思います。よいしょ、よいしょ、これで鉄のブロック3つと鉄のインゴット3つで、あれ違うな、あそっか、インゴットじゃないな、すいません、インゴットじゃない、これだ、圧縮された鉄と一緒にしたらできた、発射台、よし OK、 やっぱここら辺にしようかな、これをボーン、ここの上にロケットが乗せられるんです。でこの上に、逆に言えばロケットを発射するにはこの上に乗っけないとダメなんですよね。ちょっとあのあれっぽくないですか、発射台っぽくないですか。発射台っぽいねよいしょ、実は見たことないですけど、なんか写真とかで見た感じこんな感じかなって、うん、ぽいねぽいね、いいんじゃない、こんな感じだな、この上乗っけて、よいしょ、で、あ、できてるね、圧縮された銅と、圧縮された銅と、よいしょ、圧縮された鈴を、これでね圧縮されたブロンズができるんです。でちょっとブロンズができるまで時間かかるので、他のものを作っていきたいと思います。ね、これ頑張って線量集めてたんです。で、あ、そう、まあ、作業台、今やってる工程はそのロケットのね素材を今頑張って圧縮してて、そのロケットを作るための作業台が必要ですね。ちょっと作業台を作りましょう。作業台を作るにはまず作業台、普通の作業台と、レッドストーントーチ1個と鋼が4枚と、これダイヤモンド1個で1個しか作れないこの高度なウェファーを1個と、あとあれな、スイッチだな、スイッチってどうやって作るんだったかな、なんかあのこうだっけ、
どうやって作るんだったっけ、あの レバーどうやって作るんだったっけ、あのカチカチカチってやるやつ。普通の石だったかな。こうか、きたー、よいしょ、でポン、こうか、ポン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 、こうかな、逆か、あれこうかな、あ、できた、てってててーん、作業台、松明とかでも置けないって言われるんだ。できましたね、これですね。でここに素材を当てはめてってという形になります。はい、結構素材使うんだよね、これがまた。で作業台作ったし、発射台も作ったから、あとはそっか、ロケットに燃料を入れる給油機が必要ですね。あ、ちなみにこれあの、電池入れですね。あの、上にある、天井にある、あ、じゃあ屋上にある、あの、ソーラーパネルから電池を取ってきてます。これを使うことによって、いろんな、石炭とかで、ね、火力発電機が使えないんですよね、宇宙だと。そういうところとかで電池を作ったりとかしたやつをエネルギーとして使います。これは燃料ですね。これ増やしましたね、これ。これ燃料を精錬してます、これ。という形ですね。これ鉱石ですね。そうだな。あ、そっか。燃料給油機。なんか今、ん？え？ヘビーデュー、え、なんかヘルメット作れるんだけど鋼でヘルメット作れるの今知った。鋼でヘルメット作れるのか。こうか、できました、給油機。給油機ですね。ここにロケット置いたらここで給油します。鋼作ってる間に作業台作ったし、燃料入れるやつも作ったし、あとはよいしょ、これじゃないのか。白い板がさ、鉄とススで似てるからわかんねえんだよな。こうか、できた、換気口、よいしょ。あとは何だろうな。はい、で換気口を作ったので、あとはレッドストーントーチ1個とスイッチがいるな。どこか、ボタン、ボタンと火打ち石、これと鉄で、はい、これ火打ち石と地金、あれ火打ち石っつうのね、できてる。
よし。こうか。よいしょ。これで2枚で、これ一つで2枚できるから、これ足りるかな。32枚か。32枚足りるかな。足りるかな。微妙かもしらん。微妙かもしらんな。とりあえずこれ一つで、まずロケットのね、あのエンジン、ロケットエンジンを作ります。これでポン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 で、よいしょ、できました。レベル1ロケットエンジン。そう、ロケットにはレベル1、2、3とあるんですよね。で、今自分が作るのはレベル1で、行ける場所は月なんですよね。月か、その衛星軌道上のその地球の周りのね、月と月の間のところまでしか行けないんです。火星とかも行けるんですけど、まだ行けないんですよね、レベル1では。月とかに行って、月のダンジョンで設計図を見つけたりとかして、で、その見つけた設計図をあの作業台に入れると、レベル2、レベル3とロケットが作れるようになって、それで火星とか他の惑星に行けるようになっております。エンジンと、ロケットの頭の部分、ノーズコーン、ノーズコーンっていうんだね。なんかあの指にはめるお菓子あるじゃん、なんか名前俺今日ボケてんの、名前覚えてねえや、なんて言うんだっけ、みんな、あ、食べたでしょ昔、まあ、今でも食べてる人いると思うけど、なんか指にはめて食べてたじゃん、あのトウモロコシみたいな、とんがりコーンだ、そう、とんがりコーン、とんがりコーンみたいな感じだな。なんかクルクルしてる。よし、で、ロケットの羽がいるのか。今から8、いや足りねえ。よいしょ、よし、ロケットフィン、あとはこいつの完成待ちだ。これ足りるんじゃないか、これ足りるんじゃないか、これいけるか、いけるか、いける、できた。できた。でっか。できた。よし、これをここに置いて、向きが違うよ。向きが違うけども、向きが違うけども。いけるいけるいける。あ、危ない、ちょっと待って、今飛んだらまずい、今飛んだらまずい、今飛んだらまずい、よいしょ、わ、いいな、いっぱいあるから、これで完成ですね。これでもいつでも飛べます、いつでも飛べます。すごいね、カーソル邪魔だけど、はい、でいつでも飛べます。ただ飛んじゃダメなんだよね、飛べないんだよね、みんなここでおーいおーいってのかもしれないけど、飛べないんだよね、ここでね。なんでかっていうと、宇宙で活動するには酸素が必要じゃないですか。そうなんです、酸素を集める機械が必要なんです。というわけで今回は完成してもいつでも飛べるんだけれども、次回は宇宙で活動するために必要なアイテムを集めていきたいと思います。酸素を集めたり、宇宙で活動するための宇宙で活動する拠点の素材を集めたりとかしていきたいと思います。だけど皆さん、今回はここでおしまいです。
もうしばらくしたら飛べるかな。うわ、やべやべ、ちょっと待って、あれ、ロケ、お、ま、ロケットバカ、まずいぞ。ロケットバカしたのまずいぞ。というわけで皆さん、お疲れ様でした。